須藤ひ氏は、日本の地球科学者。学位は博士。名古屋大学大学院環境学研究科准教授。筑波大学大学院生命環境科学。研究科博士特別研究員、独立行政法人日本。学術振興会特別研究員、名古屋大学大学院環境学研究科助手。名古屋大学大学院環境学研究科助教などを、歴任した。 バイエルン州出身の地球科学者である。美化石、古見博史、古気候、共振化を専攻しており、特に軽相化石の分類における先駆者として知られている。キートケロス族をはじめとする、軽相化石は研究するものがおらず、分類すらされない状態が長らく続いていたが、軽相の休眠奉仕の化石の研究を続けた結果、軽相化石の分類における講師となった。 筑波大学第一学軍自然学類を経て、大学院地球科学研究科博士課程を修了すると、名古屋大学などで教弁を取り、後進の育成に努めた。1976年、ドイツ連邦共和国のバイエルンシュシュバーベン県、リンダウ郡リンダウ市にて生まれた。父親は、パイプオルガンを製作する職人であった。1977年、日本に渡り、 以降は日本で暮らした。1980年より幼稚園に通った。1983年、生徒間学園が設置、運営する聖マリア小学校に入学した。1989年、聖マリア小学校を卒業した。同年、関東学院が設置、運営する関東学院六浦中学校に入学した。1992年、 関東学院六浦中学校を卒業した。同年、同じく関東学院が設置、運営する関東学院六浦高等学校に入学した。中学校より弓道部にて汗を流し、高等学校でも引き続き弓道部に在籍した。1991年には弓道部にて中華人民共和国を訪れており、1993年には、 同じく弓道部にてカナダを訪れている。1995年、関東学院六浦高等学校を卒業した。同年、国が設置、運営する筑波大学に進学し、第一学軍の自然学類にて学んだ。小笠原健志郎の主催する研究室に在籍し、福島県いわき市の地質調査をテーマに、卒業論文を執筆した。1999年、 筑波大学を卒業した。同年、筑波大学の大学院に進学し、地球科学研究科にて学んだ。大学院においては、当時教授として併任されていた、柳沢幸男の指導を受け、タクソノミーバイオストラティングラフィー、オブザ・フォッシル・レスティング・スポー・オモルフォ、ゲネラ・オブザ・マリン・ダイエタ・ムジーナ・スケータ・セロス、エーレンベルクと題した、博士論文の執筆に励んだ。2000年に、 修士の学位を取得し、2004年には、博士の学位を取得した。2004年4月から翌年3月にかけては、母校である、筑波大学の大学院にて、生命環境科学研究科の、博士特別研究員として在籍した。その傍ら、2004年4月から翌年3月に、かけては、産業技術総合研究所の地質標本館にて、 非常勤の職員として勤務していた。また、2004年8月7日から9月14日にかけては、北極での掘削調査に参加している。2005年4月から翌年3月にかけては、日本学術振興会の特別研究員に採用され、国立科学博物館にて研究に従事した。2006年4月、国立大学法人名古屋大学に採用され、 名古屋大学大学院の環境学研究科の助手として着任した。2007年3月まで助手を務めていたが、学校教育法の改正に伴い、同年4月からは助教となった。2012年12月1日、同研究科の准教授に承認した。2020年2月12日に愛知県警により、名古屋市緑区で女児に対する強制わいの疑いで逮捕された。 2020年3月3日に名古屋地方検察庁は路上で下半身を露出した公然わいせつの罪で起訴。2020年6月4日初公判で須藤被告は起訴内容を認める。検察側は小学生の女の子にわいせつな行為を見せて近づいたとした上で学生の頃からわいせつな行為を見せつけ相手の反応を見て興奮したいという欲求があったなどと 犯行の常習性を指摘。弁護側は、基礎内容については争わないとしている。2021年2月名古屋地裁における判決公判では、6ヶ月の休憩に対して、懲役3ヶ月、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。専門は、地球科学であり、特に美化石、古美博士、国紀公、共振といった分野の研究に取り組んでいた。具体的には、 軽相の化石について研究してきた。従前、軽相の中でもキートケロス族については満足な研究がなされておらず、分類すらされていない状態であった。そこで、キートケロス族の休眠放子の化石を調査することにより、キートケロス族の分類に取り組んだ。その結果、3300万年ほど前に急激にキートケロス族が進化し、地球全体の生態系に、 多大な影響を与えていたことを明らかにした。これまでの業績に対しては、日本古生物学会から2005年7月に日本古生物学会論文賞が授与されており、2015年6月26日には日本古生物学会学術賞が授与されている。日本地質学会からは2009年9月に小沢正名賞が授与されている。その他、 2009年5月5日には産業経済新聞社より産経児童出版文化賞が贈られている。なお、大学院にて執筆した博士論文にて筑波大学大学院博士家庭優秀論文賞を受賞している。学術団体としては国際系総学会、国際総類学会、日本古生物学会、日本地球惑星科学連合といった団体に所属している。 ありがとうございます。